後の扉が開きます。扉に手を触れないようご注意ください。京神線浜松方面は僕にこたつ班です。こたつ班です。こたつ班です。顔出ししてから、その後ですね、一発目のロケです。初めての撮影ですね。はい、なんかふわふわしてます。すごい変な感じ。今までずっと3年半白塗りやったから、もう誰やねんって感じかもしれんけど、もう僕もねすごい違和感あります。徐々に慣れていってください。こたつ班です。こたつ班です。前回の素顔公開の動画めちゃめちゃ過去最高っすね。コメントの数もいただいて、でなんかネガティブなコメントもあるかなと思ってビビってたんですけど、ほんまに一件もなかったんちゃうかなぐらいめっちゃあったかいコメントばっかりで助けられました。おおきに。今から宝苑という中華料理店に行ってきます。実はね1年半ほど前に撮影以下行ってるんですけど、なんでもう一回来たかって言ったら、僕が1年ほど前にオフ会してるんです。その会場に立派なお花届けてくれはってん。だからまあそのお礼も兼ねてというか、お礼の電話したんやけど直接お礼言えてへんから、まあちょっと行こうと思って。まあお礼言うてもただ食べに行くだけやけど、結構お年も召されてたんでお元気されてるかなっていうのもちょっと気になって、ほな向かいます。三笹駅出入り口1番を出て右に曲がっていきます。でここまっすぐ行って歯医者を右やったかな。1年半前の撮影の時に店出る瞬間にお父さんがね、次は仮面ない時に食べに来てや言うてくれたんでね、はい、まあそれも実現さそうかな思って。歯医者見えてきた。胸皮歯科、なんか歯やのに皮膚科みたいな名前やな。胸皮歯科、胸皮歯科を右。左手にも見えてます。ここです。どうもお久しぶりです。こたつ班です。わからないな、やっぱりわからないでしょ。いや、すいません、ありがとう。いえいえ、こちらこそ。お父さんのすいません。ご立派なお花ありがとうございます。嬉しかったです。あんたのすごいね、これ北海道、九州、鳥取とか、北海道なんかすごいね。すごいですね。うん、なんかの観光のついでに寄ってくれたんですかって言ったら、うん、違うって言われて、このためにここを食べに来て、うん、お元気そうでお二人が良かったです。すいません、失礼します。はい、レバーはお嫌いですか。レバーね、いや今日何頼むかめっちゃ悩んでるんです。あ、このニラレバー、はい、それを炒めて。あ、好きではないです正直。でも、そうですか。全然食べれます。ちょっと考えます。はい、ほい、メニュー見ていきます。前回来た時に酢豚と麻婆豆腐で、麻婆豆腐がね四川風麻婆豆腐で結構辛めでめちゃめちゃ美味しかった記憶あるんですけど、まあ、ただ一緒の頼んでもしゃあないんでね、他の行こうかな思ってます。ホイコールもおすすめや言うてはりましたね。で視聴者さんからここの天津飯が美味しかったよって聞いてたんで、それも気になってるんです。だから、まあ、レバニラ最初言ってくれはったと天津飯行こうかな思ってます。まあ、レバーねそんなに普段食べないんですけど、まあね言ってはったんで、ニラレバと天津飯、はい、お願いします。食べたらすぐできます。はい、お願いします。ニラレバと天津飯、you
天津飯来ました。まあもちろん店によるんやけど、大体関東は甘酢あん、で関西はあっさり醤油あんかけが多いみたいですね。でここもあっさり醤油系のあんになってます。このお店のご主人がね、関東ご出身だそうで、だから関西に来てからこのあっさり醤油味を覚えた言うてはりましたね。美味しいよね。あの卵のふわとろ加減ね、米のコンディションもいいし、でね、あのごま油がめっちゃ効いてて、うん、結構強めに効いてて好きでしたね。ありがとうございます。で、煮られば、え、ありがとうございます。このレバーから滴るタレと肉汁、ありがとう、ありがとう。これ正直予想上回った。あのレバーの質もいいし、味付けがもう抜群。清華大学のデザイン社A 番電車の中継ぎ取材に来てくれました。 YouTube 見てから。え、YouTube 見てから、うん、電車内の広告ですか。そうです。へえ、はい、これ電車広告のポスターに載ったみたいです。キャッチコピー、後を継ぐ若い人がおらな、町中華も消えていくわ。今年で店を始めて49年、最後の方、ようやったし、もうゆっくりしようかなと。やって後継ぎだって書いてますけど後継ぎはないんです。いない。はい。どっちか行ったら終わりです。まだまだ追いでいい。いやいや。いや、このニラレバね、いや普段食べへんからあれやけど、いや今までで一番うまかった気する。まだなんか持ってきはった。これもあれですか、僕の YouTube 見て。そうです。の人がこんなん作ってはるんですか。はい、はい、ほんで慌てて写真撮らとか食べさせてもらったり。文字だけやったら分かりにくいやろってことで、写真付きのメニューを作ってくれはったみたい。もう食べかけの写真も載っけてもうてんね。春巻きほんまは6切れやけど2個食べてもうてる。まあね、その気持ちがありがたいですよね、なんかね。天津飯食べ終えましたと。で、煮られば、もう食べてと。で、サービスのフルーツ。最後、謎のレタス。いちごとみかんに添えられてたレタス。ごちそうさまです。今日もめっちゃ美味しかったです。レバニラ僕普段あんま食べないんですけど。そうでしょ、苦手や言うて。苦手まで言わないんですけど、そんなになんですけど、めっちゃ美味しかったです。みんな違うよ、宿さん違う。新しいにも新しいね。若いお客さんが増えました。あ、そうですか。はい、今までお年寄りが割と多かったから、食べやらへんわ、飲まやらへんわ。よう食べてくれますよ、んだら。よかったです。すごい不安な人がいっぱいいるね。いや、ありがたいことに、はい、それは本当に間違いなかったって言って感じてくれはるね。嬉しいな。まずかったらまずいって言わはんねいや、そんなに辛口でもないんですけど、はい、お客さん言うとおりました正直な人やから。噂に聞いたんですけど、のれん新しく変えられたんですか。お客さんがね、そうそう、なんか前は日焼けてて、そうそうそう、これも日焼けてる。あ、これですね。ほんまや、真っ赤や。なんかあったらまた言ってください。はい、役に立つことあったら。もうちょっとないだけどね。いやいや、まだまだお元気で。失礼します。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。